赤崎赤星瀬尾赤星マシマシ TV お願いします。よいしょ。じゃあ今回も自家製麺まさき、はい、前回の赤星に続きまして、はい、僕が頼んだメニューを紹介していきたいと思います。お願いいたします。はい、じゃあちょっとね、基本情報ちょっとおさらいで、はいはいはい、JR 青梅線ですね。はいはいはい、じゃあ中央線からそのまま繋がってますので。なるほど、はい、あ、そうだった、僕中央線って言っちゃいました。そうですね、青梅線でしたね。青梅線です。今年オープンした店でございますね、1月に。そうだね、はい。で、基本メニューがラーメン、汁なし、他限定麺というものね、はい、はい。で、前回赤星が、まあ、ラーメンを頼みましたけども、うん、僕は汁なしの方を選択させていただきました、うん、いいですね、はい。で、こちらね、ソーシャルディスタンスにも気を使った、気を使ってますね、作りでね。ラーメン待ってる時こんな顔してるんですよ。送っちゃってるじゃん、完全にね。うわ、早速来ました。もう彩り豊かでね、いやー、お肉がいいね。ちょっとね、360度回転させて、こんなんやってたんですね。そうなんですよ、はい。あ、そしてで、こちらがマー油でございますね。マー油か。赤星もね、頼んでましたけど、はいはいはい、器しか見えなかったっす。まあ、こちらでちょっと見てください。いや、来ましたな、これ。汁なし、野菜はデフォの量でいきましたけど、はいはいはい、ニンニク、生姜、油、ヒノコな、マヨビームをマシマシ。ヒノコでいいのかもしれませんけど。あ、ヒノコですね。はい、まあ、あとオニオンフライと、あと魚粉が、デフォで入ってます。はい。いただきますということで、まず豚から見ていきましょう。はい、前回の赤星のラーメンと違って、確かにこちらブロック型の炙り豚でございまして、非常に炙った部分が香ばしくてね、食欲をそそるということなんですけども、いいですよこの違いがね、うん、で外カリカリなんだけど、はいはい、うん、豚自体は非常に柔らかくて、はいはいはい、はい、うん、食べやすくてかなり量入ってましたけども、どんどん箸が進む美味しい豚でございました。外から中ほろみたいなですね、ですね、はい、はいはいはい、で麺を引き上げていくんだけど、まあ、湯気もそうだし、この重量感、はいはい、うん、ちょっと別角度から太いからね、すっごいね、うん、なるほど、やっぱね、自家製麺ってやっぱ店名に打ってるだけありまして、はいはいはい、小麦の香ばしさ、はい、でやっぱ甘みが感じますね、やっぱり。この店結構麺でもしょっぱかったりとかするけど、うん、麺本来の甘みがものすごい感じれて、この店の特徴かなと思います、うん、なるほどね、で太くて長いということで、はいはい、そうなんですね、はい、で麺太くて長いのが好きですよね。そうですね、やっぱね、はい、皆さん言っちゃいますよそれはね。体の高い、はい、麺本来の甘みを味わった後はニンニクで、うん、辛くしていってって感じですかね、やっぱりね、はい。で、この混ぜそば、まあ、ニンニク、生姜とか、うん、まあ、先ほど紹介しましたけども、うん、非常にトッピングが多いんで、デフォで、うんうんうん、やっぱどんどん混ぜ合わせて味変に味変を重ねるっていうのがやっぱり、まあ、汁なしの醍醐味ですから。そうですね、やっぱりね、うん、うん、まあ、やっぱ最初、うん、どれをつまんで食べようかというよりは思いっきり混ぜた方が、もうミックスで混ぜちゃっていいんじゃないかってことですね。まだここまで残しといたの、すごいね。そうそうそう、やるね。やっぱりニンニク、生姜で辛みっていうのをやっぱりもう一回まろやかに甘い方に戻していくっていう感じですね。生卵があってもやっぱりヒノコの辛さが結構もう突出してるんで、まあその時は前回も紹介しましたけども、この秋島市の深層地下水の美味しさを、これね、うん、隣の羽村市も一部結構使えるらしいです。あ、そうなんですね、はい、秋島市限定じゃないかもしれないですね。新しい情報が、新しい情報、2回やってるならではの、はい、あ、でここマー油、あ、マー油が非常におすすめだったんで、はい、で辛み、粗めに、さら甘みにね、うん、さらに苦みを加えて新たな味を加えるって感じですね、うんうんうん。で、僕は最後に一気に入れたんですけども、うん、はいはい、ちょっとやっぱ変わりすぎ、やっぱ主張が強いんで、まあ、そうだよな、やっぱ少しずつ少しずつ途中で入れていくのがいいかなっていう感じはしましたね、はい。で、マシマシレベルが88.6、まあ野菜僕は増さなかったんで、まあ、デフォで言うともっと多いのかなって感じします、ね、マシとかに出たらいくらですか。いや、もう98ぐらいいっちゃうんじゃないですか、ね、すごい変わるな、たくさんの加減がすごい。そうだろう。まあ今回食べてみまして、はいはい、まあ、デフォでのいろんなトッピングが多かったですけど、うん、券売機で、うん、他にも辛ネギとか、うん、あとカレー粉とか、はいはい、そういったものをやっぱ今回頼んでない。いや、インドですよ、やっぱインド。あ、インドも気になったな。あ、インドね。だからこれから行かれるお客さんはインドに。いや、違います、違います。秋島市です、秋島市に。秋島市か。秋島市の方に来られる方はそちら頼んでみたりとか、まさきさんに来られる方じゃなくて秋島市に来られる方、秋島市に来られる方はまあ、もれなくまさきに来ていただいてまさきに来た際はまさにどっちまさきに、まさに、まさにまさきにしたか、まさきに、もうわけわかんないけど、はい、もうね、まさゆき、まさゆきは僕なんですけどもね、赤崎まさゆき
あの、まあまあ、カレー粉もそうですし、はい、まあ、あと卓上にお酢とかもあるんで、やっぱ混ぜそばにお酢もいいじゃないですか。確かに、あ、使わなかったですね。そうですね、麻油を最後にめっちゃ入れたんだからね。ご自分のぴったりの混ぜそばをぜひ作って、うん、あの食べてみてほしいなと思いますんで、ぜひとも通ってみてくださいということで、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。